装備についてちょっとお聞きしたいんですが、はい、エリア用のとではないんですよね。そうですね、カワサミラプソディの方がもう発売になりましたけど、こちら17機種ありまして、いずれもネイチャーフィールドのシリーズになっております。でエリアで使えるモデル、はい、使えるモデルというか、うん、エリアでもすごくいいモデルというのは何パンになるんですか。そうですね、私なんかが好んで使ってるのは、こちらの 501L、ワンピースのライトロッドなんですけど、これエリアで、まあ、スプーン使ったりミノを使ったりいろいろなタイプのルアーを使われると思うんですけど、まあ、スプーンには正直あまり適さないです。それよりもミノであったり、まあ、今日持ってきているねこのダートマジックであったり、このようなちょっと重みのあって抵抗の大きいルアーをキビキビ泳がせる、そういった点ではエリア用の、柔らかめのロッドを使うよりもこういった軽流ロッドの方がより機敏な動きが出しやすいですね。フローティングのダイビングミノを使って、はい、沈ませて浮かせて食わせるみたいなのが結構あるじゃないですか。はい、はい、ありますね、うん、いわゆるプラグ全般に向いているサウザーですね。そうですね、まあサイプラグのサイズにもよりますけど、まあ、ある程度抵抗感の大きなものでしたらばこういった軽流ロッドを持っていくといった方が使いやすい面はありますね。トップウォータープラグとかはどうですか。はい、トップウォーターなんかでも割と早めのアクションを加えようという時にはこちらの方が向いてます。で、まあ、割とゆっくりめで食い込み重視って考えた場合にはスプーン用のエリアのロッドなんかのね方が使いやすかったりしますね、うん、ガイドはどうなんですか。はい、ガイドの方はこちらの方カワセミのシリーズ全部KR ガイド採用してます、うん、KR ガイドを採用してますので、まあ、ナイロンラインはもちろんですけども、まあ、フロロ、PE もうあらゆるラインに使いやすくなってますね。でこの KR ガイドの大きな特徴としましてはこのリング自体が非常に小さくなってます。で高足でありながらリングが小さい。でガイド全体が非常に軽くなってますので、ブランクスのこの持ち味というかその持ってる力を 100% 発揮できる、うん、こうガイドが重めですとどうしてもだるさが出てしまいますけど、そういっただるさは感じさせません。よりブランクの良さを活かせるガイド設定になってますね。ということはこうダルンダルンじゃないということは、キャストの対する正確性っていうのも上がるんですかね。そうですね、キャストした時、まあ、ロッドアクション、まあ、ルアーに加えた時もそうなんですけども、余計なブレが少なくて済みますので、よりアングラーの意図した通りに動いてくれますね。ですから投げても正確に遠くに投げれますし、ルアーを操ってても自分の意思が素直にこうルアーに伝わってくれる、そんな風なセッティングですね。なんかある玄人の方の、はい、評判もいいそうじゃないですか。そうですね、先日雑誌の取材で某有名な店員さんにインプレッションしてもらったんですけども、もう最初会った時にはこの KR ガイドどうなのっていう、こうマイナスイメージでね、まあ、それまで KR ガイドを採用したロットに何種類か使われたみたいなんですけど、まあ、あんまりいいイメージは持ってなかったということで、まあ、とりあえず使えば分かりますよということで使っていただいたんですけども、本当素直な表現でよく飛ぶ、まっすぐ飛んでくれるんで自分が上手くなったような気になるっていう、まあ、もう本当素直に褒めていただけましたね、うん。